触るな。邪魔者が入ったそうだな。は、城茂と申す命知らず。それに電波人間タックルという女、何の目的で我々の邪魔をするのか。いいな、城茂から目を離すな。サソリ奇怪人、城茂が来た。殺せ。申し訳ありません、タイタン様、邪魔が入りまして。ゴロンガメ。はい。何のためにお前を使ったか分かっているだろうな。ゴロンガメ、あの暴走族がまだ利用できるぞ。邪魔が入りました、タイタン様。誰が戦いと言った。お前の役目はただ一つ、次の給食室に潜り込んで給食に毒カプセルを仕込むことだ。ミスタータイタン、ただいま松本先生の体を乗っ取りました。よろしい。で、その学校の秀才は誰だ。堀文夫とかいう小僧が100点を取っておりますが。よし、直ちにそいつを生け捕りにしろ。小僧、いくらわめいても無駄だ。たとえ城茂といえども、ここまでは入ってこれん。あの口笛は、城茂。何を企んでいるのか、白状させてやるんだ。タックル、君の最後だ。危ない、スロー。 0.3 秒タイミングがずれた。命妙がな二人目。油断するなよ。ブラックサタンでも指折りの私の悪知恵を信用してください。まだまだ俺の敵ではない。しまった、またしても逃がしたか。君の悪い虫、すごい増え方だわ。一晩で一匹が百匹になるんだよ。お前は？タックル君、君は見てはならんものを見た。ここからは出さんよ。城茂は諦めて出て行った。ガンマムシはどうなってる？どんどん増えています、ご期待を。どうしたんだよ、耳が遠いのか。トウモロコシ、トウモロコシくれよ。毎度どうも。ところで一見老人だが手は若い、そろそろ正体を見せたらどうだ。たびたびお目にかかったことがあるぜ。お前はブラックサタン大幹部、その名もミスタータイタン。死ね。見たか、タイタン様の力を。